はいどうも、ルールカーです。黒騎士と使用の魔王をやっていきたいと思います。ちょっと間隔空いてしまってすいませんでした。7つの滞在コラボね、ドレファスを、追っかけてたんですけど、なかなかね、そのタイミングに動画を撮れることはなかったんで、このぐらい間隔が空いてしまいました。申し訳ございません。で、今ちょうどドレファスが終わって、多分ね、10回か11回討伐しましたね。で、今度は5時半ですね。から50分間だけしか出ないんで、まあ、なかなかね、最大でも1回出て、まあ、5回行ければいいかなーっていう感じなところなんで、まあ、非常に、なんていうかな、こう、忙しいイベントだなと思ってます。で、お知らせをもう一回見てみようか。ドレファスの。総力決戦また来ますね。ドレファス。よっ。あれ ?10 月27日、超上級?これハードの7から9章やってないな。わあ、じゃあこの超上級じゃないと、ドレファスあんま手に入らないのか。ドレファスはね、今んところ2回しか手に入れたことないですね。これほんといっぱい出てくるんですよね。この強化像ホークとかも大量に出てくるんで。上級50回討伐でドレファス14体と55魔石ももらえると。中級は5体と、25魔石。結構やれるっすね。これ、いつまでだろう。14日まで。あ、まだ全然あるね。これはまたちょっと取る機会、超上級やるときに取れればなと思います。で、今日はね、何やりたいかというと、ガチャ引きたいんですよ。で、コラボガチャではメリオダスとゴーセル出したんで、もう撤退しよっかなと思ってます。バンも追っかけるのはやめとこうと思ってます。なんか地獄見そうなんで。なので、今回は神ガチャフェスで、ルサリー、イシス、ミスラ、ここら辺をちょっと狙っていきたいなと思ってます。さて、俺の運が試されるぜ。とりゃ !900 貯めたんでね。ぜひ欲しい。よし。あー、でも大きいのは来なかったな。タッチ。こっからなんだよ、問題は。何枚金が出るか。4つ。頼む!ダメだー!畜生!もう結構引いてるからね。アフロディーテ。ラクリナ。これ使ってんだよな、結構。残念。ちょっとね、他のガチャも引きたいんだけど、ちょっとやっぱりヒーラーで手に入れないと、俺のね、ヒーラーとしてのこう、役割が全うできないんでね。ザレクが欲しいんですよ。やっぱり。でっか。SSR のザレクが欲しい。かわいい。おお、これは期待できる。4つ。おし。なんとまあ、嬉しいけどね。まあ、嬉しいけどね。魔法使い使えるようになるからね。おし。これは誰だっけ。あ、スキルマックス。ラリージェネスキルマックス。これ嬉しいな。なんだっけ?ウリエルか。
ああまた水うわーうわー激アツって、まあ SSR3 枚出てるけど、まあいっか、ロールが強化されていく、他のロールが強化されるっていうのもね、これラストですね、頼むよ。あやばい、運はもう俺の運はもう終わりました。一応金になった SR 以上は確定、5個期待できる、3、4、5、6、うわあゲラックです。熱い戦いはたぎるぜ。あ、これは達久かな。ああ残念、今回はちょっとさすがに出なかったな。まあちょっと220で撤退、残ってるけど撤退しようかな。他のところだったら180で引けるけど、さすがにね。やっぱりこのフェス源ってのは出にくいんだね。あ、どうしよっかな。アフロディーテ持ってるよな。ルサリー。ダメだな。ルサリーしかないな。ルサリーしかないな。あ、間違えた。こんなことできるんだ iPad。 よし、ルサリーは攻撃だね。アルマティを持ってて、ワダツミも持ってんだよな。ちくしょう、つい押しちゃうな。反応が悪いのかな。ガチャフェイス、これか。ヒーラーガチャで、このイシスか。イシスだね。ザレク、これが欲しい。またちょっと狙っていきます。よし。これコロシアムが早く実装されてほしいんだよね。まだフレンド対戦しかできないからね。そんじゃま。まあ、せっかくなんで、どうしよっかな。バハムートとかは鍛えとくかな。一応あるんですよ。でも結構ね、召喚はだいぶ充実してきてるんですよね。あ、これおしっぱでできる。だいぶね、充実してきてますね。ゴーセルはどんな能力だったっけな。インテヒール、なるほどね。悪夢語り、あーなるほど。7つの滞在のキャラはホークが使えるんだ。
よし、じゃあ使ってレベル上げよう。エリザベスは何系なんだろう。よく調べてなかったな、エリザベス。これレベル順だっけ。ん？どこ行った？あれ？どこ行った？エリザベスの合成、あ、レベル上げだからか。強化できねえからだ。スキル強化。いた。インテヒールか。インテヒールどうだろう。ゴーセルは攻撃かな。ナイトメアテラー攻撃か。属性は、属性は何だろう。闇とかかな。相手に回復力デバフを与えられるんだ。これ意外と、あれだね。ギルド戦向けですね。インテヒールって、まあ、誰で使ってんだろうな、俺。インテヒールは持ってないのか。クリナインテか。でも、クリナインテはないとね。まあ、デバフ解除できるからね。ちょっと今のところは、入れる場所はないかな。マナヒール？マナヒールのところはありかもしれないけど、ミカエルの方が圧倒的に能力高いからな。難しいな、エリザベス入れてくの。なんかいつか星4じゃねえや、SR 限定のレギュレーションのクエストとか来たら使えるなっていうふうに思うけど。これなんだ、ブレイザーリブリック、バルドル、かっちょいいな。まあ、とりあえず置いとこう。まあ、とりあえずここら辺鍛えとくか。いつでも使えるように。こんなもんかな。こいつは炎系かな。アポロ、こいつは上げといた方がいいかも。いやー、なんか夢があるな、ほんと。やってて。キャラ育成が楽しい。で、まだね、アクセサリーってところがまだ深く掘り下げられてないんで、戦闘力3885なんですけど、まあそこら辺もちょっと頑張っていきたいなと思います。で、今度ね、アクセを作る動画とかもちょっと出してみたいなと思ってますんで、ぜひね、ご覧ください。そして、こういう風にした方がいいよとか、ありましたら、ぜひ教えていただけるとすごく嬉しいです。ではでは、ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。